任務開始。見つけたな。私だって。いたるな。ここから先は当然。こっちよ。聞き出した情報によると、この辺りに暁がいるはず。何？この感覚。ここは、砂隠れの里。まさか。大和隊長、目撃された暁と思われるものの正体が分かりました。そうか。行き先だけを確認して、さくらは一旦戻ってくれ。それが信じられないんですが、空間を移動したのか何なのか、とにかくさっきまでいた森とは別の場所に飛ばされてしまったようです。現在位置が分からない、そういうことでね。はい。それで暁のメンバーは一体誰だったんだ。本人かどうかの確証はありませんが、外見は間違いなくあのサソリの傀儡ヒルコです。しかしサソリは君自身が倒したはずじゃないのか。ですから中に入っているのは別人だと思います。きっと何かの目的でサソリになりすましているのかと。なるほど。尾行はできそうか。まだ気づかれていないはずです。任務開始。危険だと思ったらすぐにその場を離れるんだ。その上で尾行を続けていてくれ。はい。それと今君がいる場所についても何かヒントがあればわかるかもしれない。見つけた。周りをよく見て情報を教えてほしい。わかりました。残念。ここから先は倒産。おい、しまった。大和隊長すみません、サソリを見失いました。そうか、仕方ない。今来た道を戻ってとりあえず身の安全を確保してくれ。気づかれてたってわけ。誰かと思えば食らうけど忍者のガキか。今日は千代バーはいない。それとも無理した。黙れ。あんた中身は誰だか知らないけど、なんでそんなことまで知ってるの。食らうか。おい、食らうか。もう忘れちまったのか。物忘れが激しいな。もしかして本当にサソリなの。確かめたければこの傀儡を再び破壊してみればいいだせろ。残念。お前一人でできるならな。さくら、このはずに乗せてはいけない。態度を確保する。やれやれ、結局こいつで戦うことになったか。いざ尋常に始め。どこを見てるか。無駄だ。どこを見てる。無駄だ。そら。どこを見てる。こんなもんね。勝者春のさくら。何だと思ってんだ。